こんにちは。今回は魅惑の一囲碁と運命の輪舞第2話についてお話しします。今回は韓国ドラマ魅惑の人の第2話についてお話しします。陰と陽の囲碁の対局や陰の王位継承後の運命に注目です。第2話のあらすじ。陰は陽の代わりに刃物で刺され、それでもなお囲碁を打つことを提案します。一方、王の体調が悪化し、陰は王妃の兄キム・ジョンベに疑われます。王の尋問を止めるよう進言するも、逆に王に刀を向けられてしまいます。そして王が崩御し、陰は王になりますが、彼の人柄は変わってしまいます。一方、ヒスは囲碁の試験に合格し、陰と再会します。見どころ。陰とヒスの囲碁の対局は2人の関係を象徴しています。囲碁の盤上で繰り広げられる戦いは、彼らの心の葛藤や絆を表現しています。陰が王位についた後の変化は、彼の人格の葛藤を浮き彫りにします。王としての責務と愛情の間で揺れ動く彼の姿が印象的です。主人公の素晴らしいセリフ、陰がヒスに向ける言葉、くんは私のものだ、私の心の中にいる、私の心の中にいるものは私のものだ、という言葉は彼の愛と執着の深さを表しています。しかし同時に彼の対象への尊重や信頼の欠如も示しています。この言葉は2人の複雑な関係を象徴しています。第2話では囲碁と王位継承にまつわる運命の輪舞が書かれます。次回以降の展開がますます気になりますね。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。